7月25日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて103円77銭高い2万と2614円25銭で終えています。2万と2600円台に乗せてきました。トピックスも昨日に比べて 6.62 ポイントの上昇で 1753.48 で終えています。東証一部全体の6割にあたる1267銘柄が上昇です。下落したのは全体の3割729ということで、買い物が優勢というのが今日東京市場東証一部の動きになりました。ただ早くも夏枯れ相場なんでしょうか、商いは膨らみませんでした。東証一部売買高株数が11億3800万株、売買代金が2兆円割れて1兆9846億円にとどまっています。商いの参加者が少なめだったというのが今日1日の動きであります。東証マザーズ指数、日経ジャスダック平均、新興市場双方の指数はプラスで終えています。日経225冷やしチャートです。こちらほとんど動きがなかったというのが今日であります。このようにやや下向きの5日線紫の線に全く沿った形での動き、冷やしでローソク足ご覧いただいても、より引き同時線ですね、要するに寄り値と引け値というのがほとんど変わらないということで、実体線がなく上下にヒゲがちょこんとだけ伸びていると、いわゆる小さな小回しであって、上に行っていいのか下に行っていいのかなかなか判断がつかないというのが今日の動きになりました。日銀の決定会合でこれまでの低金利政策を見直すんではないかといった観測報道も出ています。そして海外情勢、中国の問題というのはやや落ち着きつつありますけども、日銀の動き、それからトランプさんが何かツイッターでささやくたんびに為替ですとか金利が触れると、このあたり不安視しているのかもしれません。どっちに行っていいかわからないというような迷い足であります。5分足チャートでご覧いただきましょう。今日は高いところも一番低いところというのもいずれも前場につけたものでありまして、5場は前場の値幅内レンジ内での膠着相場となりました。こうした中で物色されているのが鉄鋼ですとか非鉄金属、それから石油石炭といった資源関連のセクター、昨日に続き今日も買われていました。例えば、昨日から強い動きを見せているのが非鉄金属セクターであります。5713住友鉱山、ロンドンの金属取引所 LME で昨日同価格が大幅高していました。それを受けてなんでしょうか、昨日も買われて今日は窓を開けて買われるというのが住友鉱山の動きです。今日は25日線に突っかけるところまで回復して実に 4% 近い上昇を演じています。同様に今日買われていたのが石油関連のセクターであります。例えば石油元売り5002昭和シェルです。こちらも今日陽線をつけてやや買い物が優勢という動きで 2% 強の上昇率であります。一方、昨日に続いて今日も冴えなかったのが、リクーンですとか小売り食品といったいわゆるディフェンシブセクターはやや資金が流出気味でありました。リクーンの9020、JR 東日本、昨日も陰線つけて売られて5日線割り込んだ後、今日も昨日に引き続いての陰線であります。 JR は 1% 近い下落で取引を終えています。今日の東京市場、外部環境は落ち着いて、全体的には買い系が優勢だったんですが、夏枯れということなんでしょうか、商いは少なく、そしてトランプさんですとか日銀の動きを睨んで、買い物優勢ではあったものの大きく上には買い切れないといった相場でありました。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。